韓国は歴史歪曲を世界にも広げようとしています。お疲れ様です。パーソナリティの出雲です。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、韓国、イギリスは韓国の歴史を歪曲するな、真実を伝える本に猛抗議をお送りします。朝鮮の真実を記載したら猛反発、韓国は自国の教科書の歴史を歪曲しているとよく言われますが、さらに他国の本にも同様のことをしようとしているようです。イギリスの出版社が発行した本に記述されている韓国の歴史について、内容が誤りばかりだと猛抗議しているのです。今回はそうした報道と日韓の人々の反応をご紹介します。まずは報道内容です。サイバー外交使節団バンクは、イギリスの有名出版社であるドーリング・キンダー3 DK とコリンズが発行した本に記述されている韓国の歴史と文化関連叙述が間違いだらけだという調査結果を発表した。バンクは出版社に抗議メールとともに、是正する部分に対する正確な内容と資料を同封して渡した。当該の本は DK が2018年に出版した世界の歴史地図帳だ。ここには313年に高麗、百済、新羅に分かれ、668年に新羅が高麗を滅ぼして統一した。1388年に李存家によって朝鮮が建国されたと記されている。しかし、歴史的事実をもとにすると、313年以前にも高句麗、百済、新羅があり、668年に新羅が高句麗を滅ぼして統一した。1392年に李存家によって朝鮮が建国されたへとそれぞれ修正される必要がある。さらに、この書の132ページに記載されているモンゴル時代、179ページの高麗後期、226ページのアヘン戦争時代の領土を示す地図では、朝鮮半島全体を中国領土と表示している。しかし、この時すでに朝鮮は中国領土ではなかった。そして313ページの朝鮮戦争に関する説明では、戦争勃発日を1950年6月24日としており、戦争の理由についてはアメリカとソ連間の多数の代理戦の一つと規定する間違いを犯していた。この DK が発行した地図帳はアマゾンの人気図書1位に上がったこともあり、4100件を超えるレビューも書かれている。他にも同じような間違いが別の書籍にもある。 DK が小学生高学年から中学生向けのシリーズものとして刊行した年度別記録、石器時代からデジタル時代に至るまでの世界の歴史も、そうした間違いのある書籍の一つだ。ハングル反復当時の字、母音は24個、当時28個。ドイツのグーテンベルクに先立って類似の金属活字印刷技術を11世紀に中国が発明したと歪曲して伝えているのだ。この刊行物は最近の出来事にも誤りがある。例えば2018年の南北首脳会談に関連し、韓国のムン・ジェイン大統領が初めて国境を越えたと記述している。しかし、ムン・ジェイン大統領に先立ち、キム・デジュン、ノムヒョン大統領が北朝鮮へ訪れたことがある。さらに、2018年に出版された子供イラストレーション歴史書では、668年の新羅の三国統一を説明する際に、突然、太極旗のイメージを添付し、古代韓半島を紹介する際には日本海と表記した地図を使用している。他にもコリンズが2021年に出版したコリンズワールドアトラスイラストエディションでは、75ページの東海、日本海兵器を除き全て日本海単独表記であり、ドクトはリアン・クールロックスと表記されていた。このリアン・クールロックスはドクトを発見したフランスの捕鯨団にちなんだもので、韓国のドクト領有権を否定する意味があるという批判を受けているのだ。こうした現状について、バンクのパク・ギテ団長は、DK とコリンズが発刊した本の中で、韓国に関する歪曲ととんでもない説明を放っておくことはできない。現地の韓国人たちと協力し、
積極的に是正していくと述べた。以上が報道内容です。いろいろと細かい間違いを指摘しているようですね。そして、そうした中で、さらっと日本海や竹島についても誤りだとしている点があざといですね。また、金属活字についても、世界最古は朝鮮だという誇りを持っているので、11世紀に中国が発明したということも許せないのでしょうね。ただ、2015年には、その世界最古の金属活字と言われるものについて、偽物であった可能性が指摘されています。そう考えると、他の指摘についても、どれだけ信憑性があるものかわかりません。あくまで韓国が理想とする歴史にしたいという願望でしょうね。こうした報道には、日韓から多くの声が寄せられましたのでご紹介します。韓国の反応。こうした指摘をしていくことは正しい。韓国国内でも、こうした正しい歴史を学ぶ試験の比重を増やすべきではないだろうか。日本がイギリスを称賛する理由が分かったわ。イギリスはこうやって韓国を下に見て、日本を優遇しているからだ。バンクで活動される方々は、政府ができないことを探してする真の愛国者だ。いつもありがとう。5000年もの間、一つの国だった朝鮮半島を分断したのは日本だ。日本さえいなければ、今も朝鮮半島は一つの国だったろう。そういった真実もきちんと伝えていってほしい。誰よりも価値のある仕事をしているね。どんどん指摘をして正しくしてくれ。政府の外交部よりバンクの方がよっぽど優秀だな。一体政府は何をのんきにしているのか。バンクの活躍はよく知られているが、たゆまず活動している姿を見ると本当にすごいと思う。こういう人たちこそが真の愛国者だね。イギリスは初めから日本中心に東アジアを見ている。同じ島国で植民地をたくさん持っていたからね。そして日本人は自分たちは地域だけはアジアで心はヨーロピアンだと思っている。だからイギリスはこうした日本びいきの記述をするんだ。イギリスは李氏朝鮮が末期で大混乱となっている時に日本の朝鮮半島支配を黙認した国だ。そこに対して強く抗議をしていくことは重要だ。国も海外への広報費をもっと増やしてくれ。そして世界に真実を広めていくんだ。韓国の外交部や政府の官僚を大々的に整理していく必要もある。おそらく親日勢力が海外に対して歴史問題について妨害をしていることもたくさんあるはずだ。外交部は何をしているのか。なぜいつもバンクばかりが仕事をしているんだ。公務員たちが頑張って仕事をする姿を見たい。ここでバンクの悪口を言う奴らは韓国人じゃないだろうな。それほど素晴らしい仕事をしてくれている。サイバー外交使節団バンクとはすごい肩書きだね。でもやっていることは本物の外交使節団より優れている。この調子で突っ走っていってくれ。アメリカも1786年に事実上独立したけど、独立記念日では1776年としている。朝鮮も1388年からイ・ソンゲが事実上高麗王になっていて、1393年から正式に朝鮮と呼んだって話。だから実権を握った年って考えれば1388年が正しい。韓国の歴史だけがこんなに間違った記述になっているのか？日本とか他の国の歴史もいろいろ間違えて記述していそう。こんなことするならイギリスをアメリカの領土と書いてもいいのではないか？そのくらいの大きな間違いばかりだ。日本の反応。自分たちの方が間違っているとは思わないのかね。世界的に見てイギリスと韓国がいたらどっちを信用するかって話だよ。細かい間違いはあるけど世界の認識と大きくは違わない。一番違うのは韓国の教科書だろうね。韓国の反応でしれっと5000年の歴史があったかのように言っている時点でファンタジーだよね。バンクですら1392年に朝鮮が建国されたって言ってるのに。頑張れ韓国、真実に負けるな。自分たちの信じる道を突き進んでいってくれ。何かすれば言いがかりをつけられるんだから、韓国と関わったら負けなんだよ。今回もイギリスがわざわざ朝鮮のことを記述したから悪い。もう最初から存在しない国として扱わないと。どうして自分たちが間違っている、
歪曲、捏造しているとわからないのだろうか。バンクのことを信じるのではなく、世界を信じるべきだろうに。その指摘に対するちゃんとした資料はあるのかな。妄想だけで指摘をしてもダメだよ。過去の資料は読めないのに、どうやって正しいのか誤っているのかを判断するんだろう。自分たちで勝手に作った歴史を他国に押し付けないでほしいね。朝鮮は何千年も中国の属国で歴史的に書くことがないのに、書いてもらっているだけありがたいと思えばいいのにね。地球の裏側にあって何の関わりもないイギリスの方が正しいってどういうことなんだろう。もっと自国のことを見つめ直してほしいところだ。メールで抗議したのか、もしかすると迷惑メールに分類されていて、イギリス側は見てないかもね。韓国は願望で歴史ができている。このように海外の本に誤りがあった時に指摘をすること自体は悪いことではありません。世界に自国の歴史が誤った形で伝わってしまっては、国際交流に支障をきたしてしまう可能性があるからです。しかし今回のバンクの指摘のように、日本海であることを誤りだとするなど願望による根拠なき指摘はよくありません。自分たちがいかにいい国であるかをアピールする目的でこうした指摘をしていくと、ますます国として信用されなくなってしまいます。国内の歴史を歪曲できたからといって、他国が記述する真実まで歪曲しようとするのはやりすぎです。それにこのようなことをして騒ぐと、実際はどうだったのかとインターネットで調べることにより、真実に気がつく国民が逆に増えてきそうですが、そのあたりはいいのでしょうかね。あなたはこうした韓国による歴史修正についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。